どうもこんにちは、なっちでございます。ガチャドライベントがね、先週あったと思うんですけど、あちらがまあなんか今回は残念な結果に終わってしまったということで、まあ結果を言ってしまうと、ガチャドラ友情が1回で、レアガチャ1回、ネイガチャが2回という結果になりまして、確かね、まだ引いてないんですけど、今回はそちらを引いていきたいと思います。まあね、ちょっと今回の、まあ、その失敗点というと、やっぱり仕様の変更ですよね。ガチャドラ降臨じゃなくなったってこと、確定出現じゃないじゃないですか。でそれとあと個別ボーナスが6体になってしまったことですね。でノルマは上がってるっていうね。まあ無理でしょと。メリットがないもんね、あそこを周回するね。なんか6体以降は倒すたびになんとかゲットとかだったらまだね、良かったんですけど、500万歩だもんね、ネイもね。でまあ最終日2倍がありましたが、レアと友情は届かずということで、だからやっぱり前までのそのガチャドラ降臨で、まあレア狙ってる途中でネイが乱入してくるがやっぱいいですよね。いいってか、まあ嫌でもね、下も達成しますから、その仕様がやっぱ良かったよねってことで、まあ次回からは元に戻してほしいなと思います。はい、それでは引いていきましょうか。この辺もそうかな。あ、この辺はノエルドラゴンガチャね。P ガチャね。で、これは童話ガチャ。童話ガチャは別にいいな。ネイガチャドラ。正直ね、僕一番これがね、楽しみなんですよ。これ。ダンジョンボスセレクトガチャ大好きなんですよ。これをね、最後にしたい。なんで、まあガチャドラからかな。ガチャドラ行きましょう、最初。はい。これでね、アルティミス引いてる人いたんですよ。身近に。誰とは言わんけど、おったんで、ちょ、引きますね。いきます。こっち。ガチャ！オールスターってことは、ダイヤだよ。ダイヤからの、あれ？これダンジョンボスセレクトガチャ引いた？間違えて。多分そうだよね。しかもアナザーっていらない。これ素材にできない。あ、間違えた。ははは。最後にしたやつ引いちゃったよ。いいとこ引いたんだけど、素材にならんからな、こいつ。なんかいつかアナザーも使ったら面白いんですけどね。はい、ではこっち行きましょう。レア、そんな。はい、開けました。レアガチャ行きましょう。これダイヤ出したい。ダイヤ、金でもいいな。金でもアルテミスがワンチャンあるんで。金。まあ、ダイヤでも OK。OK だけど、信長とかやめてね。陽気比とか、ロビンフッドとか、その辺ダメね。ダイヤならフェスゲンね。金ならアルテミス。来い！来い来い来い！この辺も出んのか。そうか。メモリアと違って神だけじゃないんですね。はい。なんか、アマゾンの辺で村守ってそうな原住民が出ました。これは、個別だもんな。個別はいいな。ネイガチャ行きましょうか、じゃあ。ネイガチャ、第1ラウンド行きます。あ、回す。ちょっとラジオは欲しいですね、ラジオは。もう一体ぐらい。いけ！まずダイヤ。はい。シャゼルね。弱くはないね。はい。じゃあ、ここでサンデー挟みましょう。ランク50サンデーコラボガチャいきます。まあ、サンデーは正直ね、めちゃくちゃ強いキャラクターいないんで、僕の中ではね、シンドバッド貴族生いるんだけど、強くないんだわ。悲しいことに。もうね、一番レア度高いんだけど、悲しいことに強くないんで、まあ、誰が出てもいいかなみたいな感じです。逆にね、マガジンはめちゃくちゃ強いんですよね、逆にみんな。で、こっちはなんかね、めちゃくちゃ尖ってるやつがいないっていうね。いや、渋い結果に終わりそうだ。ここでなんか引きたいですね。せめてダイヤ。もう、ターディスでもいいから、ダイヤ。行きましょう。ベルドはやめてほしい。ベルドは勘弁。ドン。はい。はいはい。ありがとうね。本舗がもらえました。ありがとうございます。そう、僕自身もね、ネイガチャしか6体やってなくて、なんかもうやる気出なかったですね。もうなんかね、めんどくさいんだよ。絶対出てこない。ね、確定じゃないからさ、めんどくさいんだよね、あれやっぱり。しかもなんかボス根性とか引くとめんどくさいしね。じゃあもうこの辺も引いちゃおうと思ったけど、ボックス圧迫されちゃうんで、Pガチャ引きましょう。
モクピー、モクピー、モクピー、ミズピー。ことごとく最近無料ガチャ運ないね。はい、もう引けません。原作進化したやつはね、欲しいんで、ちょっとこれ最後引いて終わりましょう。いつもの恒例、金が出たらその場でプツン。ダイヤだったら中身を見ましょう。いきます。